皆さんこんにちは、ちちとこキャンプの山健です。皆さんこんにちは、ちちとこキャンプの清太郎です。この日は2022年12月12日平日の月曜日、息子と2人でキャンプへ行ってきました。いつものことながらキャンプ場の役はしていません。これって平日休みの特権ですよね。営業さえしてくれていれば選び放題です。青空に誘われるように中央道に乗って西側を目指しました。この時は快晴だったんですが、翌日は天気が崩れてしまうということで、あまり奥までは行けず八王子インターを降りました。まず向かったのはこちら、ワークマン八王子下湯木店。いや、かなり安かったです。バリスティックスのウェットティッシュケース1個分の値段で冬装備全身一式が揃いました。そして次に向かったのがいつもの丸越三鍵店。マスクしてください。はい。こちらで食材を購入しました。それと向かいにあるコメリコメリで薪を購入しました。隣の素敵なキャンプギアのお店にも薪はありましたが、今回はこちらで広葉樹を購入しました。もろもろ整ったので出発します。この時点でキャンプ場はまだ決まっていませんが、翌日は関東全体が天気崩れるということでした。特に道志方面はみぞれという予報でした。このキャンプから帰ってからスタッドレスタイヤに履き替える予定だったので、今回は道志方面は諦めて、その手前にあるこちら青の原キャンプ場に到着しました。翌日の雨は午前中のみということ。こちらの青の原はチェックアウトが3時まで、ワンチャン乾燥撤収できるんじゃないかなという淡い期待も込めてこちらのキャンプ場にしました。ありがとうございます。はい、バイバイ。キチトコ息子と2人3000円の支払いをして場内へと進みます。この日は月曜日、前日の日曜からのお客様がまだゆっくりとしていて、場内は割と賑わっていました。いつものEサイトを目指します。ここにもたくさんの人がいらっしゃいましたが、ぽっかり空いていたのが前にも貼ったことのあるこちらのサイト。前もここにした気がするな。到着がお昼になってしまったので急いで設営していきたいと思います。冬装備を整えてくると車内パンパンになってしまいます。薪は息子の足元、まず避けてあげないと降りることができません。こんにちは。周りの方に挨拶を済ませて、まずはグランドシートを引きます。今回は冬仕様ということでお座敷にしたいと思います。車の上もパンパンに荷物乗っています。この日も息子はお手伝い頑張ってくれました。今日のテントはモーニングローリーです。久しぶりのモニグロだったので、カビたりしていないか少し心配でしたが、全く問題ありませんでした。しかし開けてみたらカビはないものの、間違えてインナーテントを持ってきていました。今日は使わないので余計な荷物でした。僕がテントを設営する間、息子はできることを手伝ってくれます。ただ息子はチェアの組み立て、最後の部分だけ硬くてできないようなので、ここだけ毎回手伝う必要があります。ワンポールテントは四隅のペグダウンさえしてしまえばほぼ設営完了なので、とっても楽ちんです。息子ができないなりに手伝いをしてくれるのもとても助かります。やれるところまでという形でも作業スピード上がりますし、その中でやれることがどんどん増えてきて頼もしいです。ペグダウンが終わったのでポールの準備をします。センターポールを持って中に入りますが、夏場とかは暑くて重たい TC 幕の中に入るのが結構勇気いりますが、冬場だと心地よいぐらいですね。メインポールが立ったので周りのペグダウンをしていきます。雨予報ということもあったので少し迷ったのですが、年末年始のキャンプに向けてチャレンジしたいことがいろいろあったので、今回はモーニングローリーにしました。娘と息子と3人で使うことを想定して試すことで、年末年始キャンプ旅に持っていけるかチェックする予定です。やはり一つは TC 幕持っていきたいです。アバウトに広げてあったグランドシート位置がどうしてもずれてしまっているので、ポールをずらしてグランドシートの位置調整します。ありがとう。 OK。実はこの時2つ隣のサイト、こちらよりも高台のところにモーニングローリー貼ってらっしゃる方がいたんですが、すごく綺麗に設営されていました。それもあって僕もなるべく綺麗に貼るように頑張ってみましたが、設営がシンプルな分バランスが難しいなと感じました。今回久しぶりに尾上のマルチファイヤーテーブル持ってきました。ストーブを囲む作戦です。
設営がある程度終わったところで息子がトイレに行きたいということで一緒に行きました。楽しかったでしょ。生徒だってお手伝い上手にできるから楽しいでしょ。青野原のトイレ使われている方皆さんに聞きたいんですが、昼間電気ついてないの皆さんいかがですか。僕すごく使いづらいなと思うんですけども。見て生徒、あっちの進路キャンプ場も人がいっぱいいる。ほら、息子はすっかり忘れていましたが、僕らが初めてキャンプした思い出の場所です。キャンプにも近すぎない。そうだよ、あそこパパたち初めてキャンプしたとこですよ。とその時は進路キャンプ場でめちゃめちゃ何度も何度もキャンプしました。ええ何カモ、何あそこ白いの見える。カモじゃないな、あれは見つけた白い鳥の真似をしています。白い鳥の真似。交通整理の警察のようだと言っていました。見張ってるみたい。食べよっか、お昼ご飯。キンタマ。女性の子、もう食べます。お昼ご飯は丸越で購入。僕は握り寿司、息子はマグロ丼を選びました。ご飯しようか。じゃあ僕卵ちょうだい。サーモン、マグロ、エビ。ちょっと待って、欲しいやつ今それ。うん。ちょっと、取りすぎでしょ、絶対。あと、イカ。いや、ちょっと待って、ダメ。パパ食べるなくなっちゃうじゃん。この中で1個仕上げらんな。うん。1個どれがいいですか。3個だったら、マグロ、サーモン。マグロ。誰が3個って言ったら、1個って言ってる。マグロかなじゃないよ。あなたマグロ丼なのになんでマグロ取ってくるの。マグロ丼の人がなんでマグロしかない人がパパのこの中でマグロ選ぶの。サーモンがいいの。卵とか欲しいじゃなかった。じゃあ卵とサーモンあげようか。イエーイ、食べよう。いただきます。じゃあすいません、いきなりですが1本目、はい、行かせてもらいます。ネタ交換の取引が終わってお昼ご飯を一緒に食べます。メバチマグロのすり身も追加して息子は大満足。マグロ丼美味しかったです。寒いというので食後は寝袋のチェックをしました。まずやりたかったことの1つ目、この二重重ねで息子が夜過ごせるかどうかのチェックさせてもらいました。どうですか、二重重ねは。あったかくなりそう。多分あったかくなると思うよこれ。そーっと、これ結果的に息子はかなりぐっすり眠れたということでした。冬キャンプこれで乗り切れるかなと思います。やはり体調崩されても困るので睡眠大事です。2本目、ラガもちろん美味しいんですけども、この日は寒すぎてあまりお酒進みませんでした。これもやりたかったことの1つ、こちらのマットはかなり寝心地よくてアールチも高いので冬の装備としてはできれば持ってきたいんですが、車載をかなり圧迫するので今回試しに持ってきてみて、年末年始は持っていかないかなと思いました。ソロの時なんかで車載に余裕があれば使いたいなと思います。一応クリスマスなのでこのツリーを飾りました。息子が僕の頭に乗ってちょうど届く高さ、モーニングローリーのメインポールの高さは高いです。川へ遊びに行きました。雨対策で持ってきた長靴が大活躍でした。息子は最近保育園のお遊戯会で長靴を履いた猫を演じました。魔王の役をやっていたのですが、やはり主役の長靴を履いた猫憧れがあったのか楽しそうでした。川の周囲の森に日の光が当たり心地よい気分になりますが、水面を風が撫でると体の底から冷気が舞い上がるようなそんな感じでした。ついこの間まで川遊びをキャンプでしていたような気がしますが、季節の移り変わりの速さに身構えてしまいます。キャンプをすることでよりリアルにこの気温の変化や季節の移り変わり感じることができました。今年1年もキャンプをやってきて本当に良かったです。日があるうちにちょっと遊びます。フリスビー上手になりました。だんだん息子も上手くなってきました。バドミントンなども上達してくれたら嬉しいなと思っています。
サッカーのワールドカップ一緒に見てくれていますが、息子はプレーよりもどちらかというとゴールの後のパフォーマンスばかり見ています。これはブラジル代表のベニシウス。今後の動画の中でいろんなゴールセレブレーションが出てくるかもしれません。だんだん日が沈んできたので、そろそろ焚き火の準備を始めます。コメリで買った広葉樹、初めて買いましたが、35センチの薪が一束で698円。こちらの段ボールに入った細割り薪も広葉樹で23センチ一箱698円でした。コメリの薪はかなり乾燥していて、薪割り気持ちよかったです。火付けも安定していました。息子はキャンプのたびに100均のブロックをやっていますが、とうとう恐竜シリーズ全てコンプリートしてしまいました。これレゴブロックとも互換性あるんで、すごくおすすめです。この時着ているのは先ほどワークマンで購入してきたばかりのウェア。上下ともに着ていますが、動きやすくて暖かくて、色違い購入しようかなと思うほどでした。こちらは息子のブロック。6歳の息子でも一人でこの通りブロック作ることができるようになりました。息子はブロックで遊び、僕は焚き火で遊びます。最高に心地よい時間です。息子と二人の冬キャンプ、焚き火の火入れが終わり、いよいよこれからキャンプ飯作っていきます。せっかくなのでクリスマスを意識した内容になっていますが、もしよかったらそちらの模様は後編動画でご覧いただければと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。チチトコキャンプ山健でした。また次の動画でお会いしましょう。セッタロでした。おならした今。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。